松潤さんこんばんは。メッセージありがとうございます。宇多田ヒカルさんのレコードを買ったんですね。いや、レコードって今の時代結構大きくて不便なような気がしますけども、でも私たち昭和40年代までね、レコードに大きなロマンを感じたんじゃないかなと思うんですよ。それがなんか思い出せるような気がして、私もね、レコード何枚かまだあるんですよね。もちろん聞くことはできません。古いレコードってこうやってね、歪んでて聞けないんですよね。針をポトンと落としても、もうそれこそほんにゃらかほんにゃらかほんにゃらかみたいな感じで、もう全然ねダメですね、古いレコードっていうのは。レコードって保管にかなり丁寧にしないと。だから今 LP 版のレコードが聴けるとかシングルが聴けるって貴重なことだと思うんですよね。中古でメルカリとかでレコード買ってもやっぱりね聴けないんですよ。動作不良なんですよね。まあ、直す方法があるのかもしれませんけども、ちょっと私はね分かんないですね。で、私がね生涯初買ったレコードってのは菊池桃子ちゃんの雪に書いたラブレター、これをね小学校6年生の時に買いましたね。ものすごくね、近所のデパートのレコード屋さん行ったり来たり出たり入ったりして、ものすごくレコードを買うことが大それたことをするような気がしてね。そして700円というレコードの価格、消費税はなかったんですけども、ものすごく大きな買い物だったんで印象深かったです。まあでも1枚ね最初に買うと、次のレコードどれにしよう、あれにしよう、これにしようみたいな感じになったりね、まあ月に1枚ぐらいしか買えなかったんですけどね、小学校6年生ですから。レコードね3枚5枚と積み重なっていくうちに、本当青春は過ぎていきましたよ。レコードってなんかね CD よりも温かみのある音がするって言いますけども、本当なんですかね。私はあんまり感じれないんです、そこまで繊細な耳がないんで。それよりも今 AirPod とかでね、スマホとかでこうやってワイヤレスイヤホンで聴いている音楽、ノイズキャンセリングしたりとかね、まあ、これに慣れちゃったんですかね、すごく綺麗に聴けるんですよね。けどまあレコードの物体自体はなんか好きだなと思います、まあ、これからもねいろんな音楽紹介していただければと思いますね。松潤さん、これからもよろしくお願いします。それでは。